すべて終了したんですけども、はい、ゴールデンボーイズちょっと応援してみようかなって思い始めた人。あ、いいです。いや、みんなあげてくれよちょっと気使って見てあげてください。はい、この後ご当地アイドルと、公開オーディション。その前に、その前に早食いがあった。ピザの早食べコンテスト、はいはいはい、早食べ20人はい、あります、ね、来てます。今ね、来ますよ。この中で出るって人、出るよって人、はい、出てきた人。おー、結構いるね、はい、食べそうだね。その前に、その前に、はいはい、土壌がいる。土壌すくい、ね、土壌すくい、屋敷虫、はいはい、どんな人が出てくるの。変態が出てくる。変態じゃないですか。土壌成長、成長、成長、はい、僕は変態ネット。方ですか。じゃあ皆さんちょっと顔をちょっとね見せていただいて、はいはい、このピザはですね、サラミと、バジルの香りが香るとても美味しいピザです、ね。でき、はい、出来たてのピザが食べられるのはこの季節。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとね、ありがとうございました、はい、ということで、はい、喉詰まらして死んだりしないでくださいよ。そうです。あ、飲み物はない感じなんですね、これね、はい、大変ですよ。いきますよ、はい、いきます。よーい、スタート。座って食べるっていうのもこれ手ではありますけどね、これね、結構。さあ一斉にスタートしました、ピザ早食べコンテスト女性の部、はいはい、ちょっとどうですか、美味しいですか。 ありがとうございます。美味しいそうですよ、ピザ屋さん。美味しい、ね、あ、すごいよ、そちらの方、はいはい、口にたんまりと詰め込んで。お、もう一枚食べきりましたよ。なんだか優勝者決まったような形ですね。男性が混じってると思って、やはり決まったような感じですね。無理しないでくださいね。無理しないでください。なんだか1位は決まったようでございますから。さすがにこの後、あの匝瑳市のアイドルオーディションにも出るね、女の子たちいるんですけど、はいはいはい、商品に食べてますよ、はいはい、可愛らしくね。美味しい、美味しい、みんな。あ、美味しいね。あ、誰か電話鳴ってますよ、大丈夫ですか、舞台上の方。緊急電話じゃないですか。ね、なってますよ。あ、林さんですね。林さんかい。で、ハチマキ、ねじれハチマキ。さあ、どうですか、美味しいですか。あ、美味しいです。ありがとうございます。もうこっちからハブはね、味わってますから。味わってね、ちょっと余興みたいな感じで楽しんでるね。美味しい。優勝する気ないでしょ、絶対。ないない、そっちの方。大人当たって一生懸命食ってね。そうですね、子供は味わって。これ優勝者にはなんと素敵な商品が用意されてるみたいなんでね、皆さん。盛岡冷麺、盛岡冷麺、盛岡冷麺、これ売ってます、商品あります。そろそろ食べ終わっちゃう。有名な冷麺がね、次に食べてもらいましょう、このまま。はいはいはい、いやこのまま食うは無理でしょう。もうね、2人が早いですね。あ、2人がね、もうちょっと抜きん出てますね、頭一つね。大丈夫ですか。あの、無理して死なないようにしてくださいね。これはチートチーズの、あ、分けてあげるという優しさがね、ちょっと見えましたけど。これ食べたことにならないですか。これならないです。これは残念ながら、これはね、バイバイ、拍手、これで終わりにしましょう。はい、お名前聞いてね。はい、どうでした。美味しかった。何言ってるか分かんない。いや、あ、そうですか。今日はどちら、あ、名前は大川司です。はい、ありがとうございます、ね、大川司、あ、ありがとうございます。 99% 何言ってるか分からなかったですけどもね、大川司さんに、はい、こちら冷麺、冷麺プレゼントです。盛岡冷麺プレゼント、拍手。ありがとうございます。岩手県産品、次に、はい、あと全員に、あ、まず3箇所、はい、3箇所、何が入ってるか、3箇所で、こ、あんまり変わんないじゃないですか。はい、質が変わんない。伊藤さんね、あれ、これ後藤由美ちゃん、そうですね、今あの参加者見ましたけど10人いますよ、はい、10人ね。これはあの男性の分もハンピースですか、はい、男性の分もハンピースになってますか。はいはいはい、ハンピースです。はい、ミスピザーラからもらって、はい、ミスピザーラの後藤さんです。皆さんね、後藤さん、はい、後藤さんにはあちらのあの車に行けば会えるということで、ね、はい、後藤さんいくつですか。今21です。あ、ちょうど21歳、うん、
来てください食べに。あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。後藤さんでした。ミスピザーラの後藤さんでした。はい、拍手。あれ、これやっぱりスタートと言ったら始めてくださいね。まだ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 、よいスタート。はい、はい、落ち着いてゆっくり食べようね。じゃあ向こう見てくれる？どこか佐渡県見てくれる？中川超早い、超早い、早い、松原さん早いよ。やべ、ちょっと他の県から来たんじゃないですか、ひょっとしたら。松原さん早い、めっちゃ早い、めっちゃ早い、早いよ。うわー、これちょっと喉に詰まらせないのがコツですよ。気をつけてくださいよ、それだけは、はい、全部飲み込んだ時点で終了でございますからね。あれ、重明さんはもうちょっと人飲みてますよ。のんびりしてます、重明さん、ね、のんびりしてますよ。さあ、エイシ君も、エイシ君も、あ、頑張って、おお、頑張って、いや、ちょっと早いって。さあ、さあ、早い、エントリーナンバー4番、早いよ、早いよ。さあ、こっちはどうですか？こっちはね、あ、まあまあ、こっちはの出ました、飲み込んで終了ですよ。飲み込んで、飲み込んで終了です。終わったらやばい、やばい、やばい、やばい。すごい、こっちがちょっと終えてきちゃいましたけど。お医者さん呼びましょうか、大丈夫ですか？大丈夫か、今からちょっと巣と覚醒するみたいなんで、これ子供が出てくるじゃないですか、ここから。あ、はい、はい、決まりですね。はい、優勝ですか？優勝、優勝しましょう。松原ひろやさん、松原ひろやさん、拍手、拍手、盛大な拍手。はい、じゃあ皆さんね、さ、商品、皆さんにじゃなくて松原さんにまず優勝商品をね、はい、あげますよ、はい、あげましょう。後藤さんからいきます。はい、はい、こちら、お、宮城県です。仙台の牛タンシチュープレゼント、牛タンシチュープレゼント、あっちね。そして参加賞、参加賞、はい、じゃああちらの方から参加賞をね。はい、どう、ピザラビードから、美味しかったです。あ、先生、これだけ、あー、早い、何が早い、金が食うの早いとか言われてた方なんですか？自分では思って、なるほどね、自称早食い、自称早食い、なるほど、ほんと早かったです。食べていいとこしか言われてないけどね、うん、それですよね。